はいえー、ステップメール構築合宿参加者の皆さんこんにちはそしてこんばんは、えー、NMFP の藤井です、えー、先日はですね合宿本当にお疲れ様でしたえー、っと早速ですね昨日は第1、えー、第1話をねご提出いただいたりとか、えーまあ、中にはキャンキャン僕がやったと思うんですけど、まあ、こんな感じで、えー、仏の久保鬼の藤井と。 いう感じでね、やっております。えっ、ー、と、まあね、中には言われた人もね、あんまりいい気はしなかったと思うんですけど、でも言われてもしょうがないかなって思ってるはずなんですね。はい。えっ、ー、と、まあ、と、しごく当然のことをお伝えしてますし、やっぱりここはビジネスする場なので、えー、あんまりね、そういう中途半端なのがあんま好きじゃないので、えー、とこういうことを言うと木村さんあたりが喜ぶんですけど、えー しっっかりやって一緒に行きたいいなと思いますで今日お伝えしたいことは4つありますね。えー、っとステップメールもステップメールまず1個目はステップメールと日韓メールマガっていうのはですねやっぱりビジネスなんですよ。ステップメールで興味関心を引いて信頼関係を構築して日々の日刊メールマガで価値の提供や セールスしたりとか、何かオファーをしていったりとか、ああ、っていうのが肝になってきます。ですから、うんと、毎日の価値提供がやっぱり大事なんですね。はい。えー、っていうのが一つですね。だから毎日の価値提供が必要ですということで、えー、30日のメルマガ継続チャットっていうのは作らせていただいてます。で、えっ、ー、とー、今度は期限についてですね、二つ目は。はい。 えっと、期限についてっていうので、皆さん想像してほしいんですよ。30分で熱々のピザをお届けしますっていうピザ屋さんが昔あったじゃないですか。あれって完全にコミットビジネスで、えー、そうコミットできるからみんなが注文するっていう話なんですね。で、あの、じゃあ皆さんがもしはそのピザ屋さんでね、えー、ピザを注文した時に、30分を1秒でも超えてしまうと、ちょっと待ってと。 1>, まあ1秒だったらま,あまだまだいいかもしれないですけど35分とか40分になったらちょっと待ってくださいっていう話になるじゃないですかやっぱビジネスっていうのはそういう厳しさがあると思ってほしいんですねですから皆さんはピザ屋の配達の人とある意味一緒なんですよ、はい、でえー、っとまあ一緒っていうかあの当たり前ですよねそこで言われて えー、なんかね30分5分ぐらいいいじゃないですかとか10分ぐらいお客さん勘弁してくださいよってもしそのピザの配達の人が行ったらやっぱりその人ってビジネス的にはおかしいこと言ってるわけですよね。 なので、やっぱり期限というのはあの大事ですし、守っていただきたいなと思います。えー、初日目からね、キャンキャンあ言ってしまいまして、まあ、お気を悪くさせた方は、えー、お気を悪くさせたことに関しては申し訳なかったなと思いますけど、その辺は容赦は今後もするつもりはありませんので、あしからず。はい。えっ、ー、と、あとはですね、3つ目ですね、ビジネスは奪い合い殺し合いっていうことをお話しします。えっ、ー、と、 やっぱ究極はあなたの業界で、えー、メールマガジンを出しているたりとか情報発信をしている人ってやっぱいるはずなんですね。まあ、その人がみんなライバルになるわけですよ。でそのお客さんからやっぱり情報、ねえーまあ、奪い結局は奪い取ることになると思うんですね。でまあ、久保さんのマインドとかだとやっぱり共存とか共栄仲間なんだよっていうのも確かにある。確かにありますよ。えー、あえて敵対する必要はないし あえて、ーね、喧嘩する必要もないと思うんですが、やっぱりど業界でいると、そこは否めないかなと。まあ、殺し合いって言ったらね、すごく言葉は過激ですけど、究極はそのメールマガジンとか情報発信の中で、皆さんマインドシェアを奪っていくわけじゃないですか。えーね、だから定期配信とか、あの毎日配信って大事になってくるわけですよ。 なので、やっぱりビジネスってのは厳しいわけですよね。はい、でもし、えーそうで、そうじゃないんじゃないかなとか、藤井さんちょっとおかしいなって思うんであれば、やっぱりビジネスには向いてないと思うんですよ、そういう人って。なので、えー、ちょっとね、そんなに私、覚悟なかったとか、いや、そこまではっていうのは、もしあればですね、あの遠慮なく30日の方は、あ 出ていただいいて構いませんだからといってステップメールのね添削をおざなりにするつもりはないので、うん、ただそんだけ覚悟がいると思いますよやっぱりお金を稼ぐっていうのはですねはいで、まあ、4つ目ですね、えー、リーダーと挨拶係を決めたいと思っていますまずリーダーっていうのはですね昨日も痛感したんですけど特に30日のメルマガ継続、はい、っていうところのチャットにいる方ですね に、えー、このメッセージはちょっと届けけますけど、えー、30日の継続メルマガの、えー、リーダーを決めたいと思いますと決めたい,と,いうと思いますっていうか、あのー、僕からの、えーまあ、オファーというかね名指しでさすがにですね全員のメルマガをチェックするの機能かなり大変で、えー、ちょっと他にもいろいろあってですね是非、あのー、ここはリーダーとして、ね、やっていただきたいな っていう人がいますので発表します。はい、えー、リーダーはベンと木村さんをお願いしたいと思います。えー、木村さんね、えー、なぜ僕は木村さんを指名したかというと一番最初にあのステップメールを送ってくれたからです。えー、本当に早かったです。 あの当日ぐらいの勢いだったんじゃないかな。帰ってすぐあれやられたんじゃないのかなって思うぐらい、僕の個別,個別チャット、個人チャットにですね、いただいて、あの、あ、この人はすごいやる気持ってるなと思ったので、えー、30日間継続メルマガのリーダーをーよろしければ任命したいなと思います。えー、今日ね、皆さんがメルマガを配信しているかどうか、これは僕も含めてですよ。はい。えー、チェックしていただいて、 まだ出てない人がいるようであればですね、えーこう、チャットの中でね、出てないですよって言ってほしいですし、僕にも教えてほしいなと思います。えー、っと、難しいなと、木村さんがもしちょっと難しいなとかっていうことであれば、またご相談ください。はい。で、えー、っと挨拶係ですね、えー、挨拶係、えー。僕のコミュニティで挨拶係っていうのを決めていまして、えー、これは毎朝ですね、起きたらおはようございますと。 今日も一日頑張りましょうとか、今日も頑張ってメルマ書きましょうとかあの、挨拶をする人なんですね。で、この挨拶をする人って、これ僕の他のね、コミュニティ運営で聞いたお話なんですけど、挨拶係の人って、あの、なぜか伸びるんですよ。はい。はい。それはね、なんでかよくわかんないです。はい。でも コミュニティ運営をして、僕よりもね、たくさん何十人も稼がせてるような人から聞いた話で、でも、あの、今、ネオフィピーカレッジでもやってるんですけどね、確かに、なんかいい、いいですね。なので、えーね、挨拶係、朝起きたらおはようございますとチャットに書き込むだけと、<laughs> はい、えー、そんなね、えー、意味のないようであるような、あ 係をですねぜひ任命したいと思うんですが挨拶係になった人はですねその先輩起業家から教えてもらったのはみんな稼げるようになるというね、えー、ジンクスもあったりしますんで、えー、ここを発表したいと思います。ベンと寺澤さんでお願いしたいと思います。 えー、ちょっと難しいとか、私今出ようと思ってたのにみたいなことがあれば、また個別で、えー、ちょっとね、ヤマさんと迷ったんですけど、やっぱりここはね、女性の挨拶の方がいいかなと思ってですね、はい、あの、お願いしてみました。あ難しいようであれば、個別に、えー、ご連絡をください。よろしくお願いします。ということでですね、毎日頑張っていきましょう。ということで、ネ、えーね、オフ P の藤井でした。お疲れ様です。